西暦2061年、世界に環太平洋連邦とユーラシア国家同盟という2つの勢力が第三次世界大戦の結果として生まれてからすでに半世紀。以来、2つの勢力は絶えず争い続けてきた。 SDI 防衛システムの発達によって核は最終兵器としての意味を失い、滅亡の危機を免れた人類は生き続けてきた。破壊と絶望、そして戦争とともに、悪夢のような長期戦の末、ユーラシア国家同盟はいくつもの主要都市を失っており、連邦の優勢は決定的になりつつあった。連邦軍司令部は戦争終結を名目にして、終戦後ユーラシア中立国家を制圧下に置くために、国家的軍事力を持つ最終兵器、機動要塞ヴォーロスを建造する。だが完成直前にヴォーロスの最高司令官ライヒマン中将が裏切りを起こし、その手引きによってヴォーロスは同盟軍の手に落ちてしまう。同時に開発された要塞防衛 SDI ペイルーンもヴォーロスと共に同盟軍に奪われてしまった。ユーラシア大陸の奥深く、ペイルーンと同盟軍最終防衛ラインに守られたヴォーロスは、連邦と中立国家に対し無差別攻撃を開始した。この危機に対し連邦軍は極秘作戦を発動。ヴォーロスに搭載予定だった試験機を急遽完成させた。ヴォーロス、ペイルーンの索敵限界高度下において作戦行動可能な新型機、戦闘攻撃ヘリアベンジャーの誕生である。死と破壊を撒き散らすヴォーロスと戦うため、制裁者の名を受けたアベンジャー。その任務は、単独で敵地に侵入、ヴォーロスを発見し、そしてこれを同盟軍の手から奪回することである。
連邦はウォーロスによって主要都市の半数を破壊され、同盟は最終防衛ラインと戦力の大半を失っていた。疲弊しきった両軍にはもはや戦い続ける力は残されてはいなかった。西暦2062年、こうして環太平洋連邦とユーラシア国家同盟との間に和平条約が締結された。双方を計り知れないほどの損害を出した半世紀にわたる世界大戦はここに終局を告げたのである。世界にこの2つの勢力が生まれて以来、初めての平和が訪れようとしていた。
please like the video, and if you want to see more, hit subscribe and the notification bell to my channel, where I upload playthrough and guide videos from a variety of systems every day. Any donations are greatly appreciated, and the details are in the description.